はい、シリウスステークス本番の方を始めます。はい、いよいよ秋のダート始まりますよ。おい、シリウスステークスやるで。もうええやん、もう。どうせ当たらんし、お金ないもん。お金やったらここにあるて。えおい、それ俺のお金。ええや。 孫のためやろいや、孫のためって。なんでそれあかんやろ、孫のため言うて、お前。お前、g r a に寄付するのもんやんけ、お前、あかんやろ、それ。ええー、黙っとけ。お前が使ったところで、お前も g r a にぶっ込むだけだやろうか、お前。あ、あかんって、おばあちゃん。おじいちゃん死ぬて。もう死んどるんや。 どういういこととりあえず即死やそんなもんほな行くではいそれではシリウスステークスえー、出走表を見ていきましょうはいえー、っとほとんど印は事故調査など変わっておりません、えー、本命ドラゴンバローズ対抗マインシャツ はい。えー、ここら辺からいきます。はい。人気、まあまあまあ、こんなもんでしょうっていう人気出てますね。はい。えー、この舞台のポイントは、えー、前走条件戦、あれはオープンからの勝ち上がり、えー、その勢い、そのままいいってことで、勝ち上がり。えー、プラス、えー、上がり、えー、できれば最速が使える馬ってことで、えー、もう自己調査等々で紹介してるんで、ほぼほぼ割愛します。はい。 えー、暗状はダリさんですかねドラゴンバルツ。悪くないでしょえー、太鼓マインシャツも、えー、豊かさんってことで、半身のダートやったら2話でしょはい、3番手、えー、ね、G2、G3 の、えー、2、3番人気、あるいは4番人気ぐらいの福永さん。はい、一番美味しいんで、勝負ね、してくれそうなんで、えー、買いましょうと。はい、ここまでが一応頭か、頭来るかなって予想ですね。で、4番手以下をちょっと軽く見てますね。三つ葉。 えー、金量57.5、えー、ハンデが重いって評価、えー、されてますけどまあでも、57. 5 7 5 5 8キロ背負ってるわけじゃないんで57.5でね、えー、重い重い言ってたらねそれは GI の舞台走れませんわそんな言ってたらうん57.5やったら背負って、えー、ねある程度高層戦と話ならんよっちゅう金量なんで、うん、金量は重いってわけではないですね はい。まあ、タバと比べると重いかなっていう評価ですね。はい。あとは自分との戦いです。頑張ってください。はい。えー、阪神の舞台悪くないんですけど、ええー、と、まあ、横りさんがね、ええー、と、ちょっと前、えー、基本この馬、一辺と飲まったんですけどね、後方から。えー、横りさん乗ってからちょっとやっぱね、逃げたりとかびっくりね、大逃げ策とかね、やって結構幅が出てきた馬なんですけどね。ええー、まあ、えー、その後、えー、オープン、あと地方の重傷ですけど、えー、松山さんで勝ってるんで、全然悪くないんですけど、 まあね、えー、前走も重症、えー、地方程度ももう勝っちゃったんで、えー、ある程度賞金耐えり取るんで、まあ、この後どうでしょう。チャンピオンズカップかなどっかあとは、地方の方行くんかな ?G1、えー、向かうならここは無理する必要ないと思うんで、えー、まあ、来ても紐までかなと、うん。無理やり勝ちに来る必要ないと思ってます。はい。同様、モルトベーでも同様ですわ。アンジョーデムちゃん。なんですけど、人気出ますけど、一番人気出ますけど、 この馬も同様、アンタレステイクスも前走で重傷買っちゃってるんで、休み明け、この金量で、無理して勝ちに来るかっていうと、三つ葉同様、うーん、ですね。で、ここ、デムちゃんってことで、デムちゃんは人気、今回出ますけど、デムちゃん買うときは前哨戦でどうしても出走権、あるいは賞金が欲しいときがデムちゃん本気。ね、今回逆に賞金足りてますんで、いつも言うてます。死運転さ、ここ。おそらく死運転。叩きたいですね、いわゆる。はい。それで頑張ってください。 もう一刀ね、一応押さえておきましょう。マスクゾロを消そうえ迷ったんですけど。えー、ねえ、よかったんですけどね、ここまで。うん、まあ前走もね、悪くない内容だったんですけどね。二走目。か、一応、休み明け二走目。えー、ただやっぱ足元もともと不安があった馬で、えー、前奏構想したんですけど、えー、これがね、下手しい、えー、休み明けの後叩き、こう休み明けてここ叩いてね、ここ本番かなと思ったんですけど、 ちょっと前回パフォーマンスを出しすぎたかなーと思ったらさ、もうほぼほぼ、えー、振,りき振り切ったメーター、メーターって見えからね、ほとんど力を振り絞ってたんで、うーん、ちょっとこの後、えぇ、ー、下手しいここで反動出て、また G1 等々向かうんかなーって感じに見えましたね。うん、ちょっと前走ね、見てたらね、結構頑張ってたんで、ヨルはアして2着の、えー、競馬じゃなかったんで。うん、ちょっと真ん中谷さんあ、ね、ったりの案上がね、休み明け関係なく足元不安関係なく頑張って、 りすぎた気がするんで。うん。ここちょっとハンドクるかな。安城がケンワさんからもう乗り代わり乗り代わりで学びましたね。ここね。これもちょっと不安やね。2番人気で学んだらダメやね。えー、7番人気かぐらいの穴馬のダートのマブさんは買いましょうやけど。うーん。重症2番人気学ぶ。私は買いません。まあ、買いませんは言い過ぎですね。軸にはしません。はい。 ということで、まあ、えー、本命対抗、人気若干、えぇ、ー、穴人気、やや人気、やや穴人気になってますけど、えー、全然ね、そんな大穴じゃないんで、全然この6等で決まってもおかしくないと。えー、人気もね、もう普通、2番人気か6番人気の超イージーなんで、もう予想もクソもないですわ。うん。C って言うなら、えー、っと、このトップディボとかはもうね、足抜きのエヴはしか勝てないし、他誰が来るかなと他見たんですけど、タガのゴールドあたりちょっと面白そうなんですけど、まあ、アンジェゴマツアカ君、松 ってだけでも、ちょっと私はもうすいませんっていうぐらいですね。松坂くんは、そうよね。前めいって競馬するダートやったら悪くないんですけど、この馬結構後ろから行マ馬なんで仕掛けた頃結構ね、ダートの時松坂くんちょっとまたつくとかあるんで、うん。今回はすいません。やめときます。はい。うん、ちょこちょこね、気になる馬いますね。キクノーソルとかね。もうこんなやったらキレないからすいません。6等にしときます。はい。 えー、もう一回言うときますこの舞台のポイント、えー、条件勝ち、えーね、オープン条件勝ちか、えー、上がりが、えー、最速クラスカエルマ三つ葉でもいいんですけど、えー、ここはドラゴンバラズマンインシャツねいわゆる下克上組でいきたいと思いますはい、えー、シルスステークスは、えー、出走表通りこちらでいきましょう はい、ポイントは2つですね、えー。1600万あるいはオープンから買った馬。ね、調子いいってことで。と、あと上がり、えー、最速特に上がりが使える馬で押しておきましょう。はい、えー。で、10万円の行方ですけど、今回は6頭に広げたんで、もう、えー、ワイドちょっと厳しいと思うんで、3連符ボックス。まあ、ある程度人気馬なんで、ここボックス6頭。で、馬単を一応本命対抗クロス三角まで頭かなっていう予想を立ててるんで、そっから相手6頭に流します。 はい。まあ、ピオネロやったら安いんですけど、えー、っと、まあ、本命あるいは対抗ですね。特に、え、マインシャツが、まあ、頭やったら、これ結構またつきますね。はい。こうなってます。はい。えー、スプリンターズステークスがね、日曜日始まるんで、えー、それに向けて弾みつけたいですね。はい。えー、G1 もよろしくお願いします。 うーん、この秋はどうかなうーん、春はまあ、G1 だけ悪くなかったんですけど。はい。おおよろしくお願いします。これからも。はい。ということで、シルスステークスは、えー、以上の解明となってます。はい。また明日の、え本チャン、スプリンターズステークスでお会いしましょう。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。